はい、それではよろしいでしょうか。始めさせていただきます。おかげさまで、今大会優勝することができました。大会中本当に応援ありがとうございました。ありがとうございます。一生懸命1年間やってきました。今大会は、とにかく1点を割ればいい、多く割ればいいということを目標に掲げてですね、努力してきました。でチーム事情としてですね、今大会は1、2年生が数多く出場する機会が多くてですね、だけども、まあ、松井も2年生と下級生なんですが、私が思うには、昨年、まあ、経験のある鈴木と宇川が、フィールドで引っ張り、まあ、田中はじめ山口ベンチの方、まあ、それ以外の3年生がですね、非常にこう下級生を上手にサポートしながら、チームをまとめていってくれたと、私は3年生の勝利だと思っています。一言甲子園では一試合一試合を大切に戦って全国優勝を取っていきたいと思います。イケメンのキャプテンです。大きな声でチームをまとめてくれてます。期待したいと思います。よろしくお願いします。神奈川代表として自信と誇りを持ち、しっかりと元気よく全力でプレーしていきたいと思ってます。最終的にはこのチームで全国制覇をしたいと思っているので応援をよろしくお願いします。